ベレレン、ベレレーン。あ、どんちゃん、カネコでございます。ということで、今日なんですけども、昼ご飯を作りたいんですけど、今日は市場に行っておりません。海が大しけです。いつもだったらね、まあこれは困ったと。もうできねえなってなるんですけど、今のスタジオ、違います。セカちゃんではチラッと動画にしたんですけど、ガレージにですね、イケスが来ました。イケスっていう名の100センチの海水の水槽なんですけど、僕はそこに釣ってきた魚とか買ってきた魚を生かしでストックするっていうのにすごくハマってるんです。で、眺めて満足したら食べるっていうね。もうね、大体ね、冷蔵庫とか冷凍庫を漁ればね、いっぱい魚出てきますんで、今日は仕入れに行かずに昼ご飯を作っていきたいと思います。じゃあまずは水槽行きましょうか。こちらになります。自分で釣ったものもめっちゃ入ってます。まず入ってるお魚紹介からいきましょうか。こいつがマダコ。うわ、すごい元気ですよね。しっかり生きております。赤ナマコ入ってます。これはあのお魚屋さんにもらいました。クルマエビ、これ養殖のクルマエビですね。ワタリガニがいますね。メスのワタリ。で、ここにはアワビがいますね。ここでアワビ入れてみて分かったんですけど、結構動きます、アワビ。いろんなところなので、水槽の掃除尺としてもめちゃ優秀。食べたいなと思ったらお酒のあてにもできますしね、最高だと思います。で、この優雅にひらひらと泳いでるお魚、こちらがメバルですね。これは僕が釣ってきました。で、メバルの奥にたくさんいるの、これがカサゴですね。これも釣ってきました。これが天然のマダイですね。僕の船で釣ってきたものです。すごく愛着があってね、食べれないんですけど。で、あそこにいるのがフグですね。小サイフグ、あれも釣ってきました。で、ここサザエが入ってます。で、サザエはね、意外と動かないんですよね。なんで水槽の掃除役としてはアワビの方が優秀かもしれませんね。クルマエビ、こうやってね、砂に潜るんですよ。こうやってモゴモゴモゴって、こうやって海底に潜んでるんですね。これズワイガニですね。意外とね、生きてるんですよ。水槽からはこんな感じですかね。なんで今日はタコと、クルマエビ、アワビも1枚もらえますか。あとカニもちょっと入れたいな。ズワイガニいきますか。よっ、おお、ズワイガニ。タコはこうやってネット入れとかんと逃げるし、ネット入れてあるとすごく扱いが楽。これでかこのタコ、よいしょ。ほら、もう逃げようとしてる。これ台所這いずり回るやつだ、アワビ。で、次はクルマエビですね。クルマエビもよっと、3匹ぐらいもらえますかね。お、スズキも入ってきた。お前も食べてやろう。じゃ、水槽からはこんな感じですね。じゃ、次冷蔵庫見ますか。はい、じゃ、ここの冷蔵庫来ました。なんかあったと思うけどな。会長からもらった、てかもらった、てか買った白子ですね。これもいいね、使うか。ほんで、あ、これもあったか。クワナのハマグリですね。お味噌汁しても何しても美味しい。これも使いますか。で、最後ここの冷蔵庫にね、あ、ワカメがあるな。生ワカメ、この時期すげえ食べるんですけど、生ワカメでスープ作ろう。はい、こんな感じのラインナップとなりました。このラインナップから連想できるものといったらですね、チャーハンですよね。僕の苦手料理チャーハン、それも究極の海鮮チャーハンを作っていきたいなと思います。で、スープはわかめスープでいきたいなと。もう最高じゃないですか。そして今回実食の時に一緒に飲んでいくのはこちら、今年一発目のギーノのやつ、工場出来立てうまさ実感パック。ビールの鮮度にこだわった出来立てのスーパードライが楽しめるということで、僕も大好きなビールでございます。こちらも実食の時に一緒に飲んでいきたいと思います。楽しみですね。海鮮チャーハンと銀色のやつ、今日やばそう。ハマグリどうしような。一回ハマグリ酒蒸しにして、むき身にして、チャーハンの具材にしますか。うわー、いいハマだ。これ最高じゃないですか。ほら、天然の本ハマグリですね。今からの時期、ハマグリどんどん美味しくなってきますんでね。ハマグリも5個。ではまず氷締めにしていきますね。クルマエビ、ズワイ、でこれちょっと待ちます。その間にここタコは頭落としちゃいますね。はい、もう解き放たった。やばいよこれ、もう暴れタコです。うわ、でっか。そりゃ9600円するわこれ、やばいな。よし、いただきます。頭を、よし、さーっと白くなってきておりますね。で、今日使うのは、まあ、そうだな、C2 本ぐらいとりあえず使いますか。あんまりにも大きいんでね、使う分だけこうやってカットしていきます。あとは冷凍しておきますね。うわ、すごいな、息が。これお刺身でもね、美味しいですよ、この鮮度は。今この大きさのタコはね、本当に珍しいですから。
もうくるくる、まだ抵抗してきますね。いてててててて、いててて、いてててててて、いって、足がけになっても、まだ逃げようとしてますね。すごい生命力ですね。命に感謝。ちょっと一回氷で締めます。こんなに生き生きだと、ちょっとぬめり取りにくいんで。ほんで、今日は小麦粉でぬめりを取っていきたいなと。塩が一番取れるんですけど、やっぱね、塩辛くなっちゃうんですよね。なんでなんだろうな。そしたらお次、蒸し器にお水。そして日本酒ですね。そこにまずハマグリですね。んで、車エビ。で、ズワイガニ。このズワイガニね、1匹400円でした。足折れだし、ちょっとちっちゃめっていうのもあるんですけど、1人前のチャーハン作るんだったら、まあ、このぐらいで身は取れますしね。これで蒸していきます。タコの頭はまた冷凍しといて、酢の物かなんかで食べます。生命力すごいですからね。ほら、まだね、頭は生きてるんです。そしたら、氷締めしたタコですね。うん、だいぶおとなしくなった。で、ここに小麦粉。で、小麦粉だけだと、まあ、オチが悪いような気がしますんで、少しだけ塩。塩味が入りすぎないぐらいの塩で揉んでいきます。もうただひたすらに。小麦粉がこうねちゃねちゃしてきましたね。この小麦粉が、こうやってタコのぬめりを取ってくれるんです。で、タコはこのぬめり取りの作業は絶対にやんなきゃダメなんですよ。ほんとこれやらないで茹でたりすると、上手に茹だらないんですよね。皮がめくれちゃったりだとか、あと生臭みも残りますしね。よし、OK。で、これ洗っていきます。はい、キュルンキュルンになりました。はい、エビとハマグリいい感じなんで、あとはカニですね。カニももうだいぶいいと思います。はい、こんな感じですね。ちょっと冷やしておきますね。はい、そしたらタコを茹でていきます。で、タコね、あんまりブクブクに沸騰したお湯だと、なんかうまく茹だんないんですよね。だから70度ぐらいで茹でた方が綺麗に茹だる気がします。なんでここに少しお塩入れて、色を出すために少し醤油も入れます。はい、そしたらこのお湯の中に入れていきます。くる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 っと。くる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 っと。で、ここで温度下がるんで、ここで弱火にすると。はい、じゃあいい感じに茹で上がりました。うまそう。ちょっと出来たての熱々をいただきますか。最高の茹で加減、いただきます。うんまっ！やっば！わ、このタコめっちゃうまい。アワビも殻から外します。意外と知らないアワビの豆知識なんですけど、アワビって実は巻き貝なんですよ。ここね、ちょっと巻いてますよね。ここね、動物の森で仕入れた知識です。これ天然物だからうまいと思いますよ。そしたらこちらを、具材として細かく切ったり剥いたりしていきます。まずはエビちゃんから。車エビ。そしたらエビはチャーハンなので少し細かく切ります。その方が口の中入った時に一体感出ると思いますんでね。はい、車エビ。ハマグリは殻から外すだけ。で、アワビですね。アワビは生のままスライス。うまっ！やっぱ天然は違うわ。うますぎる。で、タコですね。このくるくるっていうとこをね、やっぱ使っていきたいんですよね。こういうとこが入ると一気に海鮮感が出ますんでね。で、カニですね。うわっ、これすごい。え、ちょっとすごいぞ、このカニ。もう味噌半端ない。もうこれほら、うまっ。この味噌めちゃくちゃ濃厚。やっぱズワイガニもこうやって生きたやつだと全然違いますね。こう死んで時間経ったやつ茹でても味噌こんな綺麗じゃないんですよね。生きたやつを茹でるからこそ、この金色に輝く綺麗な味噌が取れるわけですよ。でも今日は味噌は使いません。いや、味噌は僕の晩酌ですね。はい、剥けましたと。はい、カニの身の完成。
で次こちら白子ですね。白子はチャーハンの中に入れるというよりかはトッピングで添えておきましょうか。はい、そしたらお湯にシャポッと10秒15秒くぐらせます。少し火を入れていくと、めっちゃ鮮度いいんで生でもいいんですけど、まあ、一応アニサキス対策も含めてちょっと熱湯を通しておくとね、死んでくれる可能性が高まりますんで、絶対死ぬとは言えないんですけどね。はい、こんなもん。そしたら冷水に落として粗熱を取っていきます。はい、粗熱が取れたら水気を切って炙っていきます。ちょこっと文字を振って、炙っていきます。はい、このように食材が揃いました。あとはチャーハン作るだけで、チャーハン作る前にスープだけ作っちゃいましょう。まずは洗った生わかめを刻んでいきます。もう茎とかあんま関係なく。そしたらお鍋に鶏ガラスープ小さじ2ぐらい、水は 500cc ぐらいですね。で、ニラですね。ニラも刻んでいきます。でそこにお塩ですね。これいいお塩使ってあげると美味しい。こう塩分をダイレクトに取る料理には天然塩を使ってます。で、ここにごま油を大さじ1ぐらい、これでベースが出来上がりました。そしたらこちら火を止めて、ニラ、そしてわかめ、そして仕上げにごまですね。ごまを一振り。はい、これで即席中華風わかめスープの完成。そしたらネギを刻んでいきます。で、卵2つ、そしたらご飯ですね。今日のご飯は銀の三日月ですね。岐阜県の米。よし、このぐらい全部いっちゃいましょう。はい、こんな感じのラインナップですね。最初に言っておきますけど、僕チャーハン作るのめっちゃ苦手です。でもチャーハン好きなんですよ。まあ苦手を克服しようということですよ。これ卵もう一個ぐらい入れた方がいいような気がする。あんまり混ぜすぎない方がいいんですよね。これテッカテカにしといたフライパンに油、チャーハンはちょっと油多めに作ります。本場のね、チャーハンの作り方の動画とか見たらめっちゃ油入るんですよ。まあ、チャーハンってこんな油入るのと思いました。そしたらまずこちらの卵とご飯を炒めていきます。油がもくもくしてきたら、そこにこっからもう時間との戦い、卵、これが苦手なんだ、この時間との戦いが。あ、いいねいいねいいね。で、ここに、はい、すぐに、はい、いこう、ご飯、よし。で、お玉の背で押して、ご飯と卵を一体化させる。こう、これ、こっちご飯、こっち卵、こうです。よし、こういう時間が無駄なんですよね。あ、今日なんか成功しそうな予感がする。火力はもうスーパーマックスね。で、どの料理系 YouTuber さんもここで激しく振らないって言ってますね。家庭用のコンロは、家庭用だと激しく振っちゃうとすぐにフライパンの温度下がっちゃうみたいです。あ、いいいいいい。よし、こうなってたら次にこれ中華の素ですね。中華味入れます。いい感じになってきましたね。そしたらここの鍋肌に、紹興酒、蒸発してほとんどなくなったんでもうちょっと入れます。香りつけてお醤油で、胡椒で、そこにネギで、そこにエビ、ハマグリ、ここから海鮮がドカドカ入ってきます。うわ、めっちゃいい感じにできてる。はい、そこにタコ、アワビ、ほい、アワビにもう一瞬で火が入った。どんだけ中が熱いか分かりますね。はい、最後カニ、カニちゃん、カニを入れたら、うわ、めっちゃうまそう、すごい。はい、出来上がり。そしたらこちらをこう、なんかこういうの見たことある、お茶碗の中に入れていくと、よいしょ、くるんとしたやつは一番上に乗せたい。これハマグリとかもこうやって見えるとこに、うわ、もうすごい、これ具材ゴロッゴロ。そしたらお皿に押し付けて反転させて、せーの、よっ、うおー、めちゃくちゃいいのにできてる、すげー。
一番上にタコの足をぴょんと乗せて海鮮感を出して四つ角に白子を置いて、ちょっと今テンション高いんで金箔も振ります。テンション高い時は大体金箔出てきます。はい、これで水槽とか冷蔵庫から出てきた魚介類を使った究極の海鮮チャーハンの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが究極の海鮮チャーハンですね。めちゃくちゃうまそう。これがワカメとニラの中華スープですね。これタコもお刺身切っておきました。よっしゃ、いただきます。じゃあちょっと取り皿に取りますね。いきます。よいしょ。うおー、中まで具がぎっしりだ。ちょっと具材をね、入れたいですよね。ハマグリ欲しいですよね。ハマグリ、タコ、アワビ、エビ。エビはね、どこすくってもまんべんなく入る感じですね。タコもいいね。お、アワビの一番うまいとこあった、この口のところで。で、白子も一つ。具材がたっぷり入ったところ。これ、ハマグリも一緒にいきますか。こちら、いただきます。うわ、うんま、ちょっとこれすごいかも。しっかりご飯にも、この海鮮の出汁が出てますね。特にこのね、エビとカニとハマグリをすごく感じます。うまっ。で、少しわかめスープで潤す。うまっ。この白子と一緒にチャーハンいってみますか。あんまないですよね、この白子とチャーハン。いただきます。うん、あり、うまい。飯がめっちゃうまいわ。すごい本格的な味がする。間違いなく僕が今まで作ったチャーハンで一番うまく作れました。食材もいいんですけどね、でも味付けもバッチリ。で、わかめスープがうめえ。わかめの茎が入ってるのがいいですよね。これもいいアクセントになってて最高にうまいです。タコ刺し、生きてるタコなんで弾力がすごい。いただきます。うーん、うわ、今日のタコね、めっちゃうまいです。これぶつ切りもいいですけど、これスライスもまたいいですね。チャーハンもうちょっとおかわりしていいですか。これ本当に美味しいわ。もっと作ればよかったな。うますぎるな。ちょっとこれすごいわ。これ本当に俺が作ったの。これはあれが早く飲みたくなりますね。それはこちら、でん、ギーノのやつ、工場出来たてバージョン、これですよ。綺麗だな。はい、こちら7対3、綺麗に仕上がりました。こちら、いただきます。うめえ、やっば。さすがは銀色のやつ、中華にも相性バッチリですね。まあでも本当に何でも合いますね。まあ、やっぱ中華料理はビールですよね。僕はビールですね。この飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、この略動感のあるうまさがスーパードライならではですよね。辛口だからこそ出来たての味わいはうまいですね。月末の金曜日はそれが味わえてとても嬉しいです。月に一度の特別なスーパードライってことですかね。辛口ってこう苦いっていうイメージがある人いるかと思うんですが、そうではなくて飲み応えがあってキレがいいんですよ。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は家にあった海鮮を使って究極の海鮮チャーハン作ってみましたけども、めちゃくちゃ上手にできました。本当に美味しかった。あれちょっとね、感動を覚えるぐらいうまかったですね。甲殻類がうまいのはもちろんなんですけど、ハマグリとかタコとか、ああいうエビとか、ああいう歯ごたえがいい魚介が入ることによって、またアクセントが生まれてとても美味しかったです。焼き豚とネギで作るチャーハンとかもうまいんですけど、たまには海鮮チャーハンもいいですね。で、今日みたいにあんな
いい食材ばっか使わなくてもシーフードミックスとかでもできると思いますんでね、やってみてはいかがでしょうか。めちゃくちゃうまいです。で、実食の時にいただいたこちらのアサヒスーパードライ工場出来たてうまさ実感パックなんですが、毎月月末の火曜日に製造されて金曜日に発売となっております。まさに出来たての牛を目指す特別なスーパードライとなってます。今日のチャーハンにもね、もう抜群に合いましたね。これを飲むと僕はね、あ、月末が来たなと感じるわけですよ。僕もコメント欄全部見させていただいてるんですけど、月末だなって感じるってコメントをたくさんいただいております。今年一発目の工場出来たてうまさ実感パック、ぜひお近くのスーパーなどで探してみてくださいね。今年最初の月末の金曜日はこちらの工場出来たてうまさ実感パック、こちらで販売しましょう。僕も大好きです。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。